こちらのスーパーマーケットシミュレーター大幅にアップデートされまして、まあ店の内装を変えられるようになったりとかいろいろな変更点があるんだけど、すっごく心配しているのが、あの、補充のスタッフが棚の中だけじゃなくて地面に置いてある段ボールにも触れるようになったっぽいのね。いや、それはすごく助かることなんだけど、あのさ、以前に屋上に登ろうとしてマリオ階段作ったじゃない。あのマリオゴール地点階段ね。 あれもしかして片付けられちゃうんじゃねえのちょっとまだアップデートされてから一度も起動してなかったので、これゲーム始めてみてどうなっちまうのかわかんないんだよ。始めてみ、いきなり動いたちょっと待って待っておいおい、俺の夢なんで俺まだ夢捨ててねえんだよこれダンボールたくさん集めていつか屋上に登ろうと、ああもうやっちまってるやっちまってるよ、こいつふざけんじゃねえよ、俺まだ捨てたつもりねえんだよ夢 あっちこっち来やがっていやーこんなに貯めたのに断熱材としても活躍してたのにここ日差しがね直射日光が商品に当たってしまうので特にここ冷凍庫を置いてるから断熱材としても活躍してたんですよこの段ボールこれもしかして全部いかれちまうのかおええちょええ今今どうした今何どうした一瞬能力使ってたけど いや、基本的には歩いて持ってくよね。なんで今一瞬能力使ったんだちょっと待って、こいつの挙動気になるな。あ、まあまあ、基本的には歩いて行きますよね。<laughs> ここは渡っていい道路なんでしょうか。まあ、車が来てなければいいのかな。いや、でもこれそもそも業務に支障でねえか。店の営業を始めたらさ、こっちの仕事を優先するんだとしたら、いやまあ、さすがに店の中の業務を優先はしてくれんのかな。商品が減ったりしたら、 いやま <laughs> あこら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 迷惑でしょうが散らかしていやもともと散らかしてたのは俺なんだけどだるま落としみたいに今下から下から取っちゃって <laughs> あの辺とかどうすんだろうないやああいう取れない場所にある段ボールを取ろうとするときに能力使うのか引き寄せの術を使うのか <laughs> たまに突然思い出したように使うんだよな引き寄せの術いやまあでも彼の業務の幅が増えたっていうのは素直にありがたいことですよねまあでもそうなるとますます一人じゃ足りなくなってくるような気がするので新しい従業員雇うっていうのもなんかかっこよくなってる倉庫内のラックが デザインまで変わっちゃってるじゃないあれちょっとデスクもスマートになった。いや、こういう変更点一つ一つ見てるだけで今回終わっちゃうぞ。えー、っと、いろいろ増えてるはずだよね。例えば、えっと、店の中に置く商品棚の種類とかも増えてるはず。あ、なんかいろいろ増えたね。ちょっと増えすぎててこれなんか難しいな。何から手をつけていいか。んフロアット っていうタブがあ,るなあ、もうこの塗料っていうのも気になるけど。あ、へえ、商品棚の色をおしゃれに変えたりとかもできんのかな全部黒にしてシックな感じにできたりもするんでしょうかこちらはフロア。あ、フロアって、うん、びっくりした。2階とか増やせんのかと思ったわ。そういうことね。床板のデザインを変えられるってことね。いや、なんか大理石みたいなやつあんじゃん。いや、大理石かこれわかんないけど。ちょっと高級な石材っぽいの。 いろいろ増えすぎてて逆に何から手をつけようかっていうことにはなってるよ。どうしようかないや、どうしたもんかなとか言ってる間にも着々と、ああ、俺の夢がね、俺の夢が片付けられてます。これもう屋上には行けませんね。必死に積み上げてきたんですけどね。こうやって <laughs>、段ボールを積み続ければ、いつか、おいおいもう俺が乗ってるとこ抜くな。いつか屋上まで登れるんじゃねえかと。 思ってきたんですけど、どうやら無理みたいだな。あ、ちょっと減ってんな、この上のやつも。ちなみにこうやって商品の数減らしたら、優先的に補充はやってくれるんですかね、どうなんだ今、段ボールを片付けてるけど、その業務が終わったらさすがに補充はしてくれるんでしょうかあ、行かないね、行か <laughs> 嘘だろ、嘘だろ。だいぶ業務に支障出るって。 え、ちょっと待って待って、あいつが段ボール片付け終わるまで俺仕事できないの店の営業始めらんねえじゃん、こんなん。いや、こうなったら増やす必要あるか、従業員。いや、こういう形で増やすことになるとはちょっとね、不本意というか、想定してなかったことではあるけど、まあ今一人ずつ雇ってんのよね。レジ係と補充係。で、まあレジは一応人で足りてるかなという感じはあるけど、俺自身がレジに入れば。 あーどうすっかなまあ増やすか増やすか仕方ないな。ここに来てついに、ずっとアンオペでやってきたけど、補充。もう一人補充担当を雇いましょう。さあ、早速出勤してるかなどこだあ、どこいるいるいるな。もしかして同じ見た目してるかいや、まだ顔見えないな。わかんないぞ。さあ、顔を見せてみな。同じ、うん、どうしたいや、ちょっともう、突っ込みどころ増やすな。いや、もう、同じやつ二人ってだけで今、突っ込みどころだったんだから。いや、今、今の挙動なんだ、お前。 まあまあ同じやつが増えたな。ちょっと違う見た目であって欲しかったけどね。いや、でも <laughs> 段ボールに夢中じゃない <laughs>。どっちか商品の補充して欲しいんだよな。これ、あれじゃないか。前回動画撮り終わったとこで終わってるから、全然これ空いてるとこあるよ。商品だな。補充が優先だと思うんだけどね。いや、もう空箱に夢中よ。もう俺の夢がどんどん崩されてく。ああ、もう断熱材機能してねえわ。 いや、まあまあ、ようやく二人に増やしたというところで、これまあ、空箱さえ片付けば業務は格段にスムーズになるでしょう。で、ちょっと変更点いろいろまだありそうですよ。右上にこれカスタマイズっていうところがあって、なんか今まではずっとここを押してもカミングスーンみたいなこと書いてあったんだけど、増えてら、増えてらはは、<laughs> え、店舗名店舗名変更すんのにお金必要なんですか これはもう、俺の意思一つじゃないの。いや、まあ、ちゃんとした届け出とか出さなきゃいけないのか。店舗名変更するにあたって。こんなにコスト必要ですかねいやー、でもこれはやりたくなるな。看板に書いてある名前が変わるってことあ,あ、やっぱりそうだそうだそうだ。え、フォントの雰囲気とかも変えられんじゃほ細ー激痩せさせちゃったりしてね、フォントを。 <laughs> なるほどなるほど。あもうこれ一つでも雰囲気変わるね。なるほど。ちっちゃーでも文字ってちっちゃい方が意識高そうな雰囲気出たりするよな。あなるほどな。どうしたもんかな、これ。あクソでか。ああ、バカそう、バカそう、バカそう。あーなるほどね。こういうの面白いな、デザインって。文字の大きさ一つだけでも与える印象を変えられるってことだもんね。文字をでかくするとバカそうに見えると。うわ、すげえバカそう。えっと。 まあ、このぐらいの文字のサイズがとりあえず、文字数がどのくらいまでいけるかだよね。最強、え牛沢、まあっ、いやここまでか、最強牛沢マーケットまで入れたかったんだけど、これだとちょっと俺が過度な自信を持ってるだけだね。最強牛沢、いや、まあ、別にいいけどね、最強牛沢でも。 で背景を暗くしたりするとちょっとシックな雰囲気が出るわけだよね。なるほど、なるほど。まあもっと鮮やかな色に変えてみるっていうのもできるし。あー、なるほど。これだけでも本当に店の雰囲気変わるね。もっとレインボーとかできないのレインボーちょっとできないんだ。単色じゃないとダメなんだね。ちょっとシックな感じで大人の雰囲気出しちゃおうかな。 そういう感じで行かせていただく。ど,どうしたどうしたどうした何何今のシャワーあれなんか今結局変わってなくなかった赤に戻されてなかった赤に戻されてるね。あ、なんか黒にしたの決定されてなかったのかまあまあいいかいいかいいか。ちょっとこういうなんかアップデートの変更点こすってるだけで本当に終わるぞ今回。入り口の位置。これはなんだえっと、そこ。あ、はあ、あ、おお、なるほどなるほどなるほどね。 ああ、これもっと店舗が大きくなったら、なんだろうね。ちょっと SE うっとしいな。主じゃないのよ。あよく見たらもう一人の大統領、大統領2が、商品の補充、あ商品の補充に手出してきた。あってことは、ちょっと待っても、もう、もしかしてもう全部片付いちまったのか。ああ、俺の夢が全部片付いちまった。おい、ふざけんな、人の夢を笑うなくそが。 で、えー、っと入り口の位置っていうのがちょっと音が、ね、音が安っぽいのがずっとちょっと拳が空を切ってるのよシュッシュじゃなくてそうだね店舗のサイズがもっと規模が大きくなっていったらまあ入り口変えることに意味ができてきたりするかもしれないけどまあ今んとこ2択しかないのでとりあえずこのままでいいでしょうなるほどね ああ、入り口の外観を変更する。まだできないメニューもあるけど、なるほど、こういうことも増えました。へえ、これだけでもちょっと気持ち違うぞ、上がるぞ。ああ、銀行のローンに新しいプランが出たりとかはしてない。してないのね <laughs>。それで一気に。 改革進めようかなとも思ってましたけどじゃあまあ一旦せっかく人でも増えたことだし商品棚を充実させましょうかで必要なものは発注したりするわけだけどえー、っと例えば例えばですよこのビールの樽を1つ注文しますで購入した商品が置き配されてますねでここにあるものを今までは俺が運ばなきゃいけなかったんだけど っっといてても彼らが運んでくれるってことだよねただこれちょっと業務の優先順位がわかんねえんだよなあいつらのさっきは一生懸命空箱片付けてたけどなんでそれが最優先なんだよという話おいこれ置いてくな置いてくなこっち優先してほしいなあいやまあでも間違ってはないか店内の商品の充実が優先っていう考え方でまあ別に合ってるのか なるほどね、こいつ働かねえの腹立つんだよな。この時間。俺はバイトだから最低限の仕事しかしませんよって顔してるもん。ああ、でもこれ本当に本格的に俺の仕事は減るな。あと一応あれの検証もしときたいよね。倉庫の入り口を一旦ラックで塞いで。で、こっちの入り口も入った。一人入ったね。一人まんまと倉庫の中に入りましたよ。ここも塞ぐと。 こうなったときに倉庫の中から貫通マシンガン陳列をきたき来たき来た来た今貫通してきたねあこれは健在だなこれ変わってないんだなこれアップデートでナーフされてないか心配だったんだけどこれナーフされていない助かるぞこれ二人まとめて倉庫の中にぶち込めたがなとんでもないマシンガン陳列高速マシンガン陳列を多めにかかることができそうなんだけどちょっと二人まとめて倉庫にぶち込むの ないと高いよなあえあれ,あれあれあれ普通に通過してるあれ普通に通過してるやついた今お前どっちだどっち ?A か B か大統領 A か B かちょっと見分けつかないのよお前らちょもうちょっと差別化してほしいなせっかくアップデートしたんだからさここお前普通に入るじゃないいや片方のやつは倉庫の中にいんのよほら,ほらほら倉庫の中から高速マシンガン陳列をやってるわけだよね ただこい,つこいつ様子おかしいんだよな。おーお、入ってる入ってる入ってるうかべ能力かのるくあまあ、なんか前回ものういうの見たような気がするけど2人の挙動がそれぞれ面白い。これをね、これを駆使すればまあ陳列の効率が上がると。ここはナーフされていないということで。あーこれ、非常にユーザーに寄り添ってくれてますね。最強牛沢ウ、シザです。よろしくお願いします。 あ、お前どうしたえいや、どういう状況なんで持たされてんのお前、お前、先輩にいじめられてるかラックはストレージでいっぱいです。あ、えなんか手に持ってはみたけど、入れる場所がないみたいな、そういうのがあんのかあ、まあなんか俺適当にこの辺に置いたりしてたもんね。安売りの時にたくさん買った商品。そういうのをリッチギに両手で持って、お <laughs> ろしていいんだぜ。 てちょっといろいろ遊んでたら見逃しちゃったんだけどどうしようかなまあえっと2人が定位置に戻ったってことは店内の商品棚は概ね埋まったってことねでそうなるとえー、っと倉庫の中に商品が少ないものがちょいちょい出てきてるのでそういうのを発注かけるわけだじゃちょっと試しに注文してみて で、この道に置き配されたものをいちいち俺が自分で持っていくのが大変だったんだけど、こういうのを勝手にやってくれるんだよね。お前どうしたあ,あ、こいつもう動かねえじゃん。ちょっと待って。うわそれ何の商品が、もうどこで足りないのあ、それ寿司かな寿司だわ。ちょっと待って。これ俺、俺にどうすることもできないんじゃないのえー、っと、ここかなここにあったやつだったと思うけど、どうですかあ、動き始めたね。動き始めて、ここに置きます。 でもじゃあ俺が持ってるこれはどうすんだいって話だよね。この辺置いといたらどうなんの俺結構よくやってたんだよな。なんか置ききれないもんもう倉庫の空いてる場所にとりあえず置いとくみたいなの。それ許されないのそういうの許さない感じ君らは。ちょっとまたちょっとやり方変えていく必要があるかもしれないね。大幅にシステムが変わったので。あでも2人まとめて定位置に戻ってくれて。ああ、なんか2人。 なんか、二人の行動がバッティングしちゃったりして、それで変な音になってたのかな二人同時に寿司運んでて、片方が入れちゃったから、手持ちの寿司を持て余してるみたいな、そういう状況になってたのかな ?B の方は。いや、もうどっちが A でどっちが B かわかんないけどね。ちょっとベルトの色とかでいいから変えてほしいな。差別化できるように。もう同じ方向見てるわ。かわいいやつだなぜ。いや、でもちょっと足元の段ボールなくなったの寂しいなぁ。 それちょっと寂しいポイントよね。かわいそうじゃん。居心地のいい空間だったのに、あの段ボールが。じゃあ棚を見ながらどんどん発注かけていく感じだね。いやー、格段に業務が減ったと思うよ。これは本当に。ありがたい。本当にありがたい。あれ、ちょっと待ってよ。あ、あー、ちょっと都合悪いことを見つけちゃったな。あのー、さ。 俺今までこの倉庫の中のラック意図的になんか空きを作ったりしてたのよなんか必要になった時に使えるように全部はパンパンにしてなかったのねこ,でこんなとこにコーラなんか置いてなかったんだけど勝手に置いてんな空いてる場所勝手に使いやがんのかコーラ置き場はこっちなのよこっちこっちの25個のところここが正しい置き場所で コーラが入った箱多分適当にこの辺の空間とかに空いてるスペースに置いてたんだよね。それ勝手に空いてる場所にしまいやがってんな。いや、ちょっと置き場所分散するとめんどくせえんだよ。あー、ちょっとゆず効かねえとこもあんな。なんかその辺オンオフできるといいんだけどな。これちょっと俺納得いってませんよ。あー、納得いってないな。なるほどな。ちょっと俺のライフスタイルに、ライフスタイルライフスタイルに合ってないな。彼らの行動が。 いやまあでもこれはどっちかっていうとこっちが向こうのライフスタイルに合わせていかなきゃいけないっていう話になってくんのかそういうことかこれが現代の働き方ですか経営者の方が従業員に合わせていかなきゃいけないと今までは逆だったかもしれないけどねその根性論は通用しないんだ会社に合わせろと会社のために奴隷になれとそこまでは言ってないんだけどねそこまでの要求をしてるつもりはないんだけどははあ置っちがあえぜ まあ、どうだろうな。商品がしっかり足りてるかよくわからないところもあるけど、まあ、いつまでもここにいてもしょうがないので。もうオープンしちゃおうかな。まあ、二人いるんだからもう商品がなくなることはまずないと考えていいでしょう。オープンしました。さあ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。高いとこから失礼いたします。店の名前も変わりましてね。新しい客層を呼び込めることでしょう。お、早速動いたね。 ああ、でも、ちゃんとあれだね。あのー、何か仕事が必要になった時に、二人同時に動いたりはしないんだ。ちゃんとそれぞれ別々の仕事が割り当てられ、はい、おまお待たせしております。ああ、久しぶりだな、この感じ。スーパーマーケットシミュレーター、やんの自体久しぶりだわ。あありがとうございました。で、営業中のちょっと暇な時間に倉庫見に来て、あ、商品減ってんなっていうものをこの辺で見つけたら、適当に発注しておけば、あとは勝手に全部やってくれるんだもんね。 置き配されてるものを棚に入れることも、棚にあるものを店の中に運び込むことも、まあ、全部やってくれると、まあ、こういう1個単位で注文するのは送料もったいないんだけど、ちょっとやってみようかなで。こうやってね、ここに置かれてるものをいちいち運んでたんですけど、いや、これは、もうちょっと待っとけ、クソが。はい、お待たせしております。 えっと、やっぱりあっちのレジの方が人気なんだよな。それは変わんない。買うね、買うね、ビールだろ買うね。うわ、豪快なお客様 !196 ドルのお買い上げ。あ、素晴らしいですよ。これはありがたい。えー、っと、ありがとうございました。あれです。あ、こんなポテト祭りももう怖くねえんだ。ありがとうございました。ポテトとかトイペとかそういうのに怯え続けてきた経営者人生でしたけども。 ありがとうございました。もうそんなのに呼びえる必要はない。このビールダルとかもね。そこに、えっと、ここの下にあるんだっけま、おあ、でももう充実してるじゃん。さっき爆買いしてたおじさんいたもんね、ビールダル。でももう埋まってる。二人いるからね、もう全然怖くないよ。商品。ああ、もうビールダルにトイペなんてもう今まですげえ嫌ってたよ、こんな客。はい、クソ客来ましたって思ってたもんですけど。ありがとうございました。もう全然怖くない。もう穏やかでいられるわ。 穏やかな気持ちでいられる。ああ、クレジットカードね。はい、ありがとうございました。えー、胡椒、胡椒、胡椒、小麦粉。はい、ありがとうございました。楽しい久しぶりにレジ打つの。純粋に楽しいえ、87ドルと70セント、ありがとうございました。ちょっとそっち遅いんじゃないのおじさん。俺もうさばいたけど、全員。チンタラやっとんな、こいつ。 あのなんか一人当たりの購入量が多いような気がすんな。これたまたまかまあまあたまたまの可能性も全然あるけども。ありがとうございました。いやなんかその辺もちょっとアップデートで手入った可能性。まあゼロではないぞ。ありがとうございました。ここまで店が成長してもなおね、一つしか商品持ってこない客とかいたもんですけど。 あらしゃいえー、っと、ピザにビールに、もう思いのほか人気だな、このビールだる、ね。そいおい、一つ、二つ、三つ。そんなにたくさん売れる商品じゃないだろ、こんなの。うわ、もうビール、ビール結構売れるな。樽以外でも瓶のビールもよく売れるの見かけるし、お酒飲む文化が根付いてるんですね、この街は。クソみてえな街だな。え、154ドルと、 10セントありがとうございました。ちょっと電気つけていいかなごめんね。こればかりは手動でやんなきゃいけないので。いや、ちょっともう電気のスイッチ押すだけのバイトとかも雇っていいよ、こんなの。ありがとうございました。仕事がどんどん楽になっていくね。いや、もう無心でレジ打つだけでいい。もう心が穏やかだよ、こんなの。レジ打つだけってそんなにきつくないからね。えっと、間違えましたよ。数字打ってるだけ。ありがとうございました。 言われた通りの数字を入力するだけの仕事。78.7。どうもー。あ、そした。あ、でもなんかそこそこ、並びはするね。でも油断すると。お客様の数はまあ確実に増えてはいる。こうなるとレジ係もそろそろ雇っていいのかっていう話になってくるけど。ただ、レジを増やすためには店自体を拡張しないといけない。そうなると家賃もかかる。まあ大変ですよ。経営ってのは間違えたね。2回押しちゃったね。8。 とかまあそういうね、店の拡張とかいろいろなことにお金を使うことにはなるので、まあ無心でレジを打ってしばらくお金を稼ぐ必要はあるのかな、どっちにしても。心を無にしてね。ひたすらレジを打つ時間ですよ。えー、そうだそうだ、シリアル、マヨネーズに、キャンディー。えー、っと、現金で、ね、30セント上がさした。楽しいね。数字打ってるだけなのに。 あ、このピンクのやつ。あー、これ砂糖でしたっけちょっと未だにエログッズかなって思っちゃうんだけど。砂糖ですね。ありがとうございました。とかやってる間にすでに時刻は9時を回ってますよ。えー、っと、10ドルと80セントですね。ザしシュ閉店時間だぜ。ホタルの光はまだ。あー、そうだ、ここの一角暗いんだっけ嫌 <laughs> な空間 購買意欲をそそらないね。この空間は。そうだそうだ。なんか前回そうだった。ここ手入れるの忘れてましたね。ここ暗いんですよ。明かりをつけないと。はいはい。お待たせしております。えー、っと。まあそろそろお客様もはけてきたと。ありがとうございました。だけど商品棚。うわ、全然充実してる。もっと。 ちょっとあちこちスカスカだったり、まあ一部ちょっとね少ない場所とかはあるけど、まあすぐに補充してくれるでしょう。今まではこうね、営業終了した直後、直後はもうあちこちスカスカだなって感じてたもんだけど、やっぱり二人いると全然違うわ、全然違う。で、あ、あー、そうだそうだ、こっちも、あなんかスイッチあんなって思ってたんだよ。まあでも電気代もったいねえから消しとくか。お客様に関係ないもんね。ここが暗くてもお客様一切困らないので。 俺も困らないので。あ、終わった、おるさん。やっと終わったか、ちんたらしとんな。で、本日の営業は終了しましたと。71日目、久しぶりにやったけど。あー、商品が高いとか言われてる。あ、そっかそっか。値段変えてない商品とかもしかしたらあったかもしれない。価格の変動でね。それに合わせてこっちも変えなきゃいけないけど、変えてなかったやつあったかもな。ただ、まあ、おおむね満足というか、うん、少なくとも見つからない商品数はゼロ。 棚が空っぽになるっていうことはなかったってことだよねいややっぱり人増やしたからなこれは大きな変化だわなるほどねという感じでもう本当に今回はただただ アップデートで変わったところをちょっと見ていっただけみたいな感じになったと思いますけどこれでもまた営業はかどるなあでもちゃんと見てなかったけどあれだな例えば冷凍庫とかも今まで1種類しかなかったのが隣にトリプルっていうのが増えてんねで逆サイドにはシングルっていうのもあるけどまあ今まであったこの冷凍庫っていうのが2種類の商品しか置けなかったんだよね 一つだけのバージョンも出たし、一種類だけの商品を置くバージョン。コンパクトな。まあでもこれあまり、あれだよね。うん、単価としては高くなっちゃうよね。一個しか置けないのに300ドルだから、こっち400ドルなのに。だまあこっちの方がお買い得ってことだよな。冷凍庫トリプル。三つの商品を置くことができる。じゃこれ試しに買ってみます。そう、冷凍の商品ね。 冷凍庫は冷蔵庫とか普通の商品棚と違ってこうやって高さを出せないからさなんかねスペース食うんだよね物を置ける量の割にだからちょっとでも物を置く効率をよくできた方が当然いいよなこういうのはどんどん導入していきたいここに3つの商品を置くことができるでもなんか置く場所ねえないやちょっと今当店狭いんだよなスペース結構キツキツになってきたので まあなんか勢いで試しに買っては見たけど見てみたくてまあでも今までの冷凍庫が横幅長くなったっていうだけかなそんな大した大きな変化でもないとじゃあ試しに買っては見たけど店の前に置いときますね <laughs> いやでもすっきりしちゃったなでもこういう中身が入ってる箱だったら置いておけるのでまあ理論上はマリオ階段を再び作ることもできるっていうことだよね一応できるはできるんだただ商品の入って 商品の中身入った箱たくさん集めるのは大変だけどね。特にこういう商品じゃなくて棚系のものが入ってるものを単価も高いしね。こういうのだったら大統領に運ばれることはないはずなんだけど。おお、どうしたどうしたどうしたまた始まったかお前どっちだお前 A か B か ?A か B かちょっとこれもう俺が引き取れればいいんだけどなこの段ボール俺に引き取らせてくれねえかちょっと何これ中身何入ってるのこれでジャンプしていちいち見なきゃいけないのもんな。なんかこれ合ってる え、これ多分寿司だな。でかい寿司だ。でかい寿司が、え置く場所ねえよって言ってる。これかあ、どうだったかなこっちじゃないのかこっちかあ、こっちか。ちょっと憂鬱つかねえな。じゃあね、これさっきもやったじゃん。寿司置く場所ねえっつって俺がこの辺に置いてたやつ。またちょっと、もう。 何かが改善されたと思ったらまた別の不具合が出てくるっていうのはもうこの手のゲームのアップデートあるあるだけどもこれちょっとそうだな何かしらまた別の不具合は起きてるな確実にあああとそうそう明かりを買おうとしてたんですよねあの一角がやたらと暗いのでちょっと試しにいくつか買ってみてあれなんか今までこの天井の照明いじるときにこの白線あったっけあまり一箇所にギュッて集約できないようになってる あそれをやってみたかったんんだよななんかさこの手のゲームの照明ってさこの光源を1箇所に集めると光がもう際限なく強くなっていくみたいなさそういう現象あったりするじゃないこのどんどん明るさが加算されていくからあやっぱそうだあまり1箇所にまとめらんないようになってるやってくれたなあまね現状配置してるライトで 重なっちゃってる、白線が重なっちゃってる場所はあるけど、今後配置するライトは、白線をかぶらないように配置しないといけないと。あ、なんだず、一箇所にギュッて集めたらすんげえ眩しくなんじゃねえかなって思って、今5個ぐらいライト買ったんだけど、早速無駄になりましたね。まあまあ、でもこれでね、うん、暗くはならないでしょ。その一角もしっかり明るくなりましたと。よかったね。で、 えーっと、無駄な箱が増えましたと。<laughs> 余分に買っちゃったから。せっかく片付けてもらったのにな、悪いな。ちょっと店の前に置かせてもらうぜ、余ったもん。せっかく片付けてくれたのにね。あーそういえばさっき買った冷凍庫、色変えてみりゃよかったな。これ多分、おー結構あんな色の種類。ありますね、空張り。 購入する棚の色を変えられるようになったりしたけど、あ、でもちょっと値段変わったりもすんだね。ただまあ、今新しく棚を買う予定はないので、スペースがないから。いや、でも気になるの結構あんな、こう改めて見てみると、この角に沿ってるやつとかかなりいいな。うわ、これに変えて、コーナーとこの商品棚。買っちゃおうかな。でも今新しく置くスペースがそんなにないので、 えっと、この塗料っていうやつだったら、あれかな既存の商品棚の色変えられるってことかなこれもあるな、種類。真っ黒ってどれだちょっとこの画面だと色の細かいニュアンスがわかりづらいんだけど、この16とか黒でいいのかなえ、ちょっとブラウン系に見えなくもないけど、まあちょっとこれ買ってみますね。ペイントをどう使うのかを試してみよう。えっと、これを 開封して <laughs> まあこういう風にもできます <laughs> できますけども手に持ったバケツで商品棚を触ってみればいいのかな塗装ってできんねいやでもこれ壁紙かあ,あ棚じゃなくて壁紙の方かもえっとあ長押しね クリックながらじわりと変わるねああでもいいじゃんいいじゃんこれ全面黒にしたらかなり高級感出るぞ多分ホテルかなっていう雰囲気なんじゃないのあいいじゃんいいじゃんいいじゃんスーパーマーケットだからって別に雰囲気安っぽくなくていいのようちは正常石井に勝つつもりでやってんだから高級はあ そう。泣くなんだ、これ。な、はゃちょい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 、ちょ,ちょ,ちょ,ちょっと待ってよ。そんなに安くなかったぞ。200ドルくらいしたでしょ。いやー、ここでやめちまったら中途半端なことになるぜ。いや、塗り始めた以上やるしかなくなっちまったじゃん。これ空いたバケツってさ、え、これもしかしてさっきみたいにこれ置いたままにできる勝手に片付けたら、あー、しないんだ。あー、いいね、いいね、いいね、いいじゃん。あー、箱なくなっちゃったからね。 彼らのお家がなくなっちゃったのでせめて足元だけでも段を取らせてあげよう。ああでも当ては外れたな。商品棚の色は変えらんないのか。商品棚色違いが欲しかったらまた新しく購入しなきゃいけないってことだよね。いやそれちょっとお金かかんな。今の財力だとちょっと厳しいところはある。ただまあ壁紙だけでも今回は黒くして高級店の雰囲気を出したいと思います。 いやそそうそうこういうの大事、雰囲気が大事なんだから結局。こういうので騙されんの客はバカだから。さあ、ぬれぬれ、あ、はい。からですか。あーこれすでに配置してあるバケツと距離が近すぎると置けない感じかこれもうあー。やっかいだな、あまり満足のいく位置に置けないかもしれないけど、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいよ大統領へ 大統領 B が羨ましそうにしてるわ。おじさんもそう思いますよね。いやでもこのバケツ1個200ドル地味に効いてくる、地味に効いてくるぞ。そんなに安くないのよ、200ドルって。そんな簡単に買っていいものじゃないんだけど。これで足りてくれ、足りてくれ。あとちょっと、あとちょっとだぞ。高級、キぃクソが、クソが、クソがよし。これで完璧よかったね。いや、すごい、すごい、すごい。 わーこれちょっとスナップショット撮ってファッション誌に送りたいなオッケーオッケーオッケーいけたいけたちょっと危うく塗料破産しそうになったけどうわーすごいシックな雰囲気になったよかっこいいこりゃかっこいいぜあーでもこうなるとあれなんかほんとダサくなってるあ,あれあれあれ,こ,あれこんなんだったっけなんで変わってんだいや一度セーブしたりはしたんだけどなんだなんだ何が起きた いやまあどっちにしろ変えてやろうとは思いましたよ。でもこれでまた店舗名変えたらそこで金取られるのか。250ドル。それちょっと納得いかないけども。なんで勝手にフォントダサくされてんだあれなんか、ちょ、ちょ、ちょなこ、こんなに隙間空いてたっけこんなに隙間空いてたこんなに歯抜けてたわし。いやちょっとどうやれ歯周病になってんな。スカスカよ、歯。まあまあいいかいいか。これでとりあえず看板の色を変えるのが目的だったので。えっと。 うそうそうそう、最初ここで承認するとか押しちゃったんだけど、一旦カラーの方を OK しなきゃいけなかったのね。これで承認したらちょっと再び、うん、何何この空気抜けてんのは何プスじゃないのよ。で、シックシック、非常にシック、ちょっと時間ね、字の間、時間が気に入らなくはあるけど、黒い看板で内装黒、かっけーあ床だな、床も変えていいな、こうなったら。 いやー、高級店予想いてえのよ、当店。お客様ってのは雰囲気に騙されんだから、そういうもんよ、お客様って。ちょっとこう、ホテル感を出したいよね。大理石行きますか。まあ、大理石なのかどうかわかんないけど、この大理石っぽいのちょっと待ってよ。こう、ほんと内装破綻する。経営が。結構金かかんだよな。えー、っと、このタイルもどうせ全部貼れるわけじゃないでしょ。あ、1マスずつこう、並べてって。あー、数に限りあるぞ、これ。 じゃあ破産する破産する店内の彩りのために破産するどのくらいいけんだろうなあえあもうですかこれもまた中途半端にしたらダサいじゃないえほんでなんで二人はあれ片付けてくれないのもしかして店内に置く分には片付けないのか店の外だったら片付けどうしたどうしたどうしたお前ら これもしかして売り物の箱じゃないからかこういう商品が入ってる売り物の箱じゃなくて、その棚とか塗料とかタイルとか、そういうものの箱は片付けないのかなってことはまた置けるじゃん、大統領ステーション。えマジいけんのいや、ちょっとこのバーケツシューズもかっこよくはあったけど、これちょっと法の抜け道見つけたかもしれねえな。ちょっと B、B すまんな。 えっと、あどっちが A でどっちが B か忘れたけどあっいけんじゃんステーション片付けないぞこの箱あ法の抜け道見つけたわだから合法的にまたマリオ階段を作ることは可能ってことだけどいやまあちょっと希少性高いからな商品の箱に比べてあんまりたくさん集めるのは難しいとこはあるけどああいいいいなんだこの光景また見れてよかったわありがたいねというわけで大量購入してしまいましたもう後戻りできないね 並べるぞタイルを並べるぞえっと、これ冷凍庫の下とかちょっとケチれんじゃないのこの辺のマスは張り替えてないんだけど。これ、あ、まあちょっと隙間から見えるな、木目が。ごまかせる可能性あんな。ごまかせるとこごまかしてっていいぞ。大丈夫大丈夫、わかんないから、お客様はそういうの。いった いけた、いけた。うわ、かっけえかっけえ、これ、だいぶ、いか,いかないで、いかないで、行かないで、やめていや、かっけえかっけえ、これ、マジでかっけえよ。高級店じゃん、ほんとに。これ、店の商品、サイレント値上げしても、バレねえんじゃねえかな、ちょっとぐらい。まあ、代償として経営は破綻しそうになってるけど、そんなのは、些細な問題でしょ、これを見たら。ああ、かっこよさの方が大事だから。で、大統領も段を取れている。いやー今度はこっちの大統領が羨ましそうだ。悪いね。 いや、これいいよ、かっこいいよ、実際。もう実況だからって、あえてダサ作するみたいな、そういうやり方やめましょうよ。こういうのでいいんだから。客は騙されるんだから、こういうのに。いや、じゃあまあ、今回はこんなとこですかね。まあ、大きなアップデートが入った後の一発目だったので、いろいろと変更点を紹介しただけ、みたいな感じにはなっちゃったけど、まあ、デザイン性に幅を持たせられるようになったっていうのは、 経営のモチベーションにつながるよねああ店をでかくしがいがある感じになったんじゃないかな。これはさらに楽しくなると思いますけど、まあ。あとはそうだな。今後のアップデートでは万引き客をバールでぶん殴ったりできるようになったら最高だなって思ってますけど。まあ、とりあえずまたのお越しをお待ちしております。最強牛沢でした。